はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。パスガードフィットの白木山尊大輔です。久米高輔です。久米高輔です。さっきまで散々喋っていて、もうカメラ回るとここいいな。いやいや、ですね、実はですね、最近こう練習を久米くんとし始めて、もう3週目ぐらいに入ってるよね。そうですね。そうだね、3週目入ってるね、はい、最初ね、で、まあこう練習し始めた経緯は、僕はもうクインテットが決まっていて、まあ、脳技の強い選手っていうので、まあ、愛知県とか東海で、まあ、考えた時に、純粋に脳技が強い選手ってやっぱりアライブに固まってるっていうのはまず一つあって、やっぱり自分の道場を知ってるから、で、まあ、それでやっぱ組んどかないといけないと思って、そのちゃんとしっかり、逆に言ったらもうプロの MMA 選手ってもう全部しっかり練習が中心になってる人間と組む必要があると思って、はい、まあ、それで久米君に連絡して、企画以来柔術企画以来連絡して、まあ、それで練習する経緯になったんですよ。あ、はい、で、まあ、そしたら久米君もちょっと試合があるっていうことで、はい、その時はまだ決まってなかったんですけど、そうですね、はい、最初は、はい、ね、ついにね、発表されましたね、はい、いやまさかのカードですよ、本当にね、そ う、はい、そうだね、はい、なんか北岡選手ですね。そうですね、はい、で、僕北岡選手とも実際にそのサトシ選手とやる前に練習させていただいて、ちょっとそのジュースの対策で、まあ、まさかこうお互いその、まあ、まあ知って出るというか、一緒に練習してる同士が、僕も偶然今愛知県内にいるんで一緒にやってるんですけど、はい、戦うのは本当になんかいろんな感情があるんですけど、はい、どうですか久米さん、久米さん付けだけど、そうですね、純専用が杉江さんってやっぱり組めるっていうのは、最初連絡いただいた時に、はい、自分としてもありがたいことだと思ったんで、はい、はい、まあ、でその中で自分も試合が決まってきて、うん、逆に本当タイミング的にもすごい縁もあったなと思って、すごい感謝してます。そうだね、はい、なんかたまたまちょっと体格的に近くてよかったなと思って、僕もなんかその、はい、まあ、北岡さんと背格好、まあ、スタイルはちょっとやっぱ違うと思うんだけど、背格好は近いから、はい、まあ、そういう意味では、あ、まあまあその練習してる、まあ、僕はその別にその久米君のためにやろうって最初なかったんですけど、自分のためだったんですけど、なんか久米君も足あるんだと思って、それで逆に役に立てるのは本当に、いや、本当に良かったです。ありがたいです、本当に、ね、杉江さんみたいにもう組み技のトップの選手と組ませていただけるっていうのは、はい、うん、はい、いや、どうですか、こう意気込みって、なかなか、まあ、そのモチベーションとかってもずっとモチベーションも何もなくずっとやってるから、久米君も逆に、はい、どうですか今回は、どういう気持ちですか。まずもう単純に北岡選手っていう、もうすごい実績もあります。やっぱ戦う姿勢とかですよね、今まで。そうですよね、もうすごい素晴らしいものを持ってる選手だと思うので、うん、はい、逆に自分としてはもう最高のモチベーションで、はい、うん、逆にもう本当にリスペクトできる選手だと思うので、はい、うん、そういう選手と戦うということで、自分はそれをモチベーションに変えて戦っていきたいタイプなんで、うん、ね、いや本当に北岡さんすごい選手だと俺も思ってて、はい、自分が要は北岡さん多分俺よりも1個上になるから、はい、学年で言うと、はい、だから分かるじゃん自分のなんか感じで、はい、これで MMA やってるの、はい、だからすごい選手だから、まあ、お互いそのなんか好きな選手だから、まあこうなんか見届けたいなっていうのは、はい、あるし、ちょっとそのなんかそこでこう携われて、やっぱりちょっとね、本当に嬉しいよね、そういうのはね、単純に、はい、こう、まあ、アライブ出ちゃってるから、アライブ出て、こう時間がもう10年ぐらい経ってて、はい、変な人は組んだのもう10年ぶりじゃん。そうでしたね、はい、マジで10年ぶりぐらい組んでるから、ね、だからセミナーとかで受けはやったり、そう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 、それぐらいの感覚だったから、ね、でまた、まあ、結局そうやって一緒にちょっとこのこう練習、まあ、僕も試合があってことだからあれだけど、はい、いや組めて、まあ、本当にね光栄ですよ。いや、こちらこそ本当にありがとうございます、ね、はい、どうですか、こう皆さんに見ているか方にはどんなことを
なんかありますか、そういうなんか、あ、はい、例えばメッセージとかありますか。もうにもう全部ですね、自分の持ってるもの、うん、全部をしっかり高めてぶつけてい、うん、いかないと本当に厳しい相手だと思ってますし、うん、逆にそれをモチベーションにして今もいい感じで作ってこれてますんで、うん、はい、当日までもうあともう少しの期間ですけども、うん、もうできる最大限高めて、ね、はい、全てぶつけていきたいと思ってますね、うん、ね、そんな感じでちょっとね、まああと16日ぐらい、あと日数でいうと20日ぐらいになるかな、ね、20日ぐらい、はい、20日ぐらいあるんだね。じゃあまだ今が一番ちょっと追い込みが今週来週月のピークぐらい、ね、まあ、そうなりますね、はい、そうだね、なのでね、まあこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、ありがとうございます、はい、まあこうね、MMA なんでやっぱりこう勝敗とか対策とかそういうのはね本当にまあ久米くんの中であるこれはね秘密ということでね、よかったら雷神に足を運んでください。はい、あといつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。